ムーズ・アルゴンヌ構成は、第一次世界大戦末期の西部戦線におけるアメリカ外政軍とドイツ帝国軍の戦い、マース・アルゴンヌ構成、アルゴンヌの森の戦いとも、米国軍事史上最大である120万人の米兵による大規模構成であり、8月から始まった連合軍の100日構成に終止符を打った。戦いの初期においては、 アメリカ軍も戦闘経験不足と指揮系統の混乱により大きな損害を被った。サンミッシェルの戦いに勝利した連合軍はメジェールからメスを結ぶ鉄道線とその中継地であるスダンの占領することを計画した。この地域を東部と西部から攻撃し、鉄道線の北東にあるアルデンヌ山系によってこの地方に突出した。 ドイツ軍の退路を遮断することを目的としていた。この作戦において、ムーズアルゴンヌ地域から鉄道線に到達するためには30マイル以上の長距離移動を要し、かつ、ドイツ国境に近い、この地域にドイツ帝国軍の主力が駐屯していたため、迅速な移動が求められた。十六日午前五時三十分に、アメリカ外星軍がヒンデンブルク線に向けて前進を開始した。 当初の攻撃計画では26日中に8マイル以上前進し、クリームヒルデ戦を突破することになっていた。この日のうちに、第5軍団はそのほとんどが目標を達成したが、第79師団はモンフォーコンでドイツ軍の激しい抵抗に遭い、前進が停滞した。翌27日に第79師団がモンフォーコンの占領に成功するが、前日の停滞が、 ドイツ軍の軍備再編成を許し、モンフォーコンの広報数マイルに抵抗戦が構築された結果、連合軍の進撃は前日よりも鈍った。29日に、ドイツ陸軍第5師団と第52師団の増援が出現し、食料や弾薬が欠乏していたエイフに反撃を開始した。これにより、戦力が分散されていた連合軍が各所で押し戻され、10月3日まで、 戦線は到着した。10月4日の時点でソムランス近郊まで迫っていたエイフは、再度、北進を開始した。しかし、十分な支援砲撃もないまま、ドイツ軍の防衛戦に対して、不評突撃が繰り返され、多くの損害を被った。そんな中、ハンター・リゲット率いる第一軍団の第一師団は、イエール川の東岸に侵入し、共闘法を確立した。 7日に、後方から来た第82師団が、イエール川の西岸に展開され、アルゴンヌの森のドイツ軍を、側面から叩く作戦が計画された。この結果、10月末までに、エイフは、アルゴンヌの森を北に抜けてエーヌ川とイエール川の分岐点付近まで進撃した。左翼ではスムーズな進行が成功したが、右翼では、ドイツ軍の激しい抵抗に遭遇し、 14日から17日の間にモンフォーコン近郊で戦闘が続いた。エイフがアルゴンヌの森を越えた頃、フランス第4軍は森の西方30マイルまで進軍していた。11月1日に米第一軍団はブルゴーニュの森に潜伏するドイツ軍を西のフランス軍と包囲するべく精神した。ブルゴーニュの森のドイツ軍が相当されると米軍と対峙した。 パの前線のドイツ軍は抵抗もなく急速に北東の鉄道線付近へ交代し、ムーズ川から鉄道線沿いのシエール川の間の地帯に強固な防御陣地を築いた。第二軍団はこの地域より南東のメスに向けて投進を開始し、フランス第四軍はブルゴーニュの森の北、ルシェヌに向けて前進、これを攻略した。エイフは ブザンシーの拠点を制圧すると11月6日までに一気に最終目標であるスダンに肉迫した。進行目前にしてパーシング将軍によるアメリカ軍がスダン入場の栄誉を担うことを望むという訓示が各軍団に発せられた。作戦計画上、スダンはフランス軍の進軍ルートと重なっており、この訓示が正式な命令であるか単なる激励であるか、 不明瞭であった。これを受けて第1軍団の第1師団及び第42師団型師団の間を抜けて、夜間も進軍を続行した結果、軍団内では混乱が生じ、友軍に対する誤射や第42師団の師団長を誤って捕獲してしまう事態も発生し、これを重く見たリゲットが第1師団と第42師団に停止命令を下した。これにより11月11日に、 フランス第四軍が先にスダン市内を攻略。同時期に起こっていたドイツ革命の影響により、ドイツ代表のマティアス・エルツベルガー、グレーナーラが連合国との急戦条約に調印したため、この日のうちにすべての戦闘が終結した。クレムヒルドライン。エーヌ川からブルゴーニュの森とアルゴンヌの森の間を通って、ムーズ川を結んで構築されていたドイツ軍の防衛線。 リデル、上村2001、263ページ、ありがとうございます。